アコースティックギター専門店アドバンスギターズは新大久保駅徒歩0分 TC 楽器2階です。ご来店お待ちしております。その弦が全てに合うってわけじゃないので、うん、こんにちは、アドバンスギターズ井上です。同じく内藤です。こんにちは。暑い、暑いですね。ホットですね。ホットホット、もう都内だと38度を超えたり、普通に熱じゃないですか、うん、基礎体温より上がっちゃうから、まあ、熱中症をね、本当気をつけたいですけども、うん、今日ホットですか、ホットな動画ですか。ホットな動画になるといいですね。はい、で今日は、まあ、アコギをやる上で、まあ、ギターをやる上でって言ってもいいかもしれないんですけども、はい、欠かせないアイテムのことについてちょっと話したいなと思いました。はいはい、何でしょうか。ですね、弦です。っていうのも普段当店をご利用いただく中で、はい、よく使ってる弦なんですかって聞かれることって、あ、お客様から、そうですね、多いですね。とても多いので、はい、これあんまり動画で言ってこなかったなっていう。なんかスタッフが使ってる弦っていうのは、そうですね、やりましたね、過去に動画で。ちなみに内藤君は普段何使ってるって言ってました。エリクサーですね。ベースも、ベースもアコギも、アコギも一部リチャードココ、ステンレスとか。ステンレス、本当に弦ってそのプレイする人の趣向に合わせて簡単に取り替えられるアイテムだと思うので、本当に楽しいなっていうふうには思うんですけども、まあ、当店はどういった弦を使っているのかっていうのをまず説明すると、まあ、入ってくる段階では昔使ってた人の好みの弦が貼られてるわけですけども、はい、しっかりクリーニングして調整して弦交換してお出しするわけですから、まあ、弦は当店で選んでいるんですよね。そうですね、うん、でそれがまあ普段はダダリオの EJ16 っていうのを使ってますね。コスパーブロンズですね、はい、のライト弦。ライト弦、まあ、いろいろ弦ある中で、まあ、試してきて、まあ、これが一番こう本来のアコギのナチュラルな音を素直に出してくれるんじゃないかなっていうところも含めて使っているところではあるんですよね。まあ、リファレンス用って感じですよね、うん、ちなみにエレキギターもね、ダダリオ貼ってますね。ああ、そうなんですね、うん、ベースもそうか。あとは普段からね、やっぱしダダリオっていうメーカーを使っている方も多いので、そのシェアっていうのを考えると馴染みもあるのかなっていうのもあるので、まあ、そういう馴染みのあるブランドの弦を当店では使っているんですけども、まあ、最近思うのが、まあ、それだけじゃないなっていうところはあるんですよね。スタンダードではあるけど最適であるか、そうそうそうっていう疑問、ね、そうですね。なるほどね。っていうのもヴィンテージのトリプロ1847年のを買って、まあ、もともと持ち込んだ際にもともとはエリクサーが貼られてたんですよ。ほうほうほう。しかもカスタムライトで細めのゲージのものが貼られてたんですよね。1152かな、ですかね、うん、でそれがやっぱめちゃめちゃいい印象があって、でそこからダダリオであれってなって、で家に帰ってまたエリクサーに貼り替えてみたんですよ、はい、そしたらやっぱ本来のわすげえなっていう音に近づいたわけですよ。ああ、どういうあれなんですかね。どうなんですかね。それで長年弾かれてたから楽器が適応しているのかっていうのもあるだろうし、うんうんうん、そうですね、まあ、持ち込まれた時の印象がすごく良かったから、そうそうそう、それとの差にびっくりしたっていうのもあるだろうし、それまでのイメージとしては、まあ、細い弦だからある程度こうね、パワーとかも弱まるし低音もすっきりするしっていうイメージだったんですけども、うん、ヴィンテージのこう色気の部分が特にトリプロ18とかバチンって出てくる感じが、はいはい、その個体にはあったので、それがより如実に出る弦だなっていうので今もそれ使ってるわけなんですよ。うん、不思議ですよね。そのエリクサー当然ないじゃないですか、うん、48年。そうですね、当時はね、当時はブロンズ弦ですかね、うん、ブロンズ弦が主流で、まあマーチンの推奨ゲージだと最大で1254か、そうですね、サウンドホール内に書いてありますね、うん、あれが当時貼られてたはずで、多分それの期間は長かったと思うんです。はい、それがまあ主流だったわけですからね、うん、そっからやっぱその個体も時代に適合しようと。確かにそう考えるとすごい。エリクサー受け入れてみっかっていう。70年ちょっと年食ったけども、うん、今はこれなんだねって言って、うん、いいよいいよそれでやってみなみたいな感じで合わせてくれてるわけだもんね。そうですね、まあ、そう考えると本当に偉大な楽器だなって思いますけども、うん、で、まあ、それを経てアドバンスでも、まあ、エリクサーとかマーチンとか取り扱いあるわけじゃないですか、はいはい、だからいろいろ試してるんですよね。そうですね、結構内藤君もいろいろやってるじゃんいろいろこのギターにこの弦貼ってみたりみたいな、うん、その辺変えてみて印象とか今までどうですか。
やっぱ違うし、ダダリオじゃない方が主観にはなりますけどね、うんうん、好きな音だなっていう答えは全然あって、例えばこう印象に残ってるやつとかありますか？印象に残ってるやつで言うと、マーチンの60年代のニッパチがありまして、はい、ハカランダーのそれがですね、まあ、EJ16 当然張ってるわけなんですけど、うん、なんか少しもうちょっとこう出てほしいな、うんうんうん、高音源側が重い印象があったんで、はい、ちょっと細いゲージっていうのを試したい。それはブランドはエリクサ、エリクサ、はいはいはい、のカスタムライト、うんうん、あ、一緒ですよね、だからね。そうなんですよ。で、TC チューン田中さんにこれをこの弦を使って鳴るようにしてください、無茶ぶりをした無茶ぶりをしたんです。で、戻ってきて、はい、弾いて、これはすげえな。あ、変わってるんですね、やっぱね。変わりましたね。うん、どんな感じで？パーンって出るような。あ、音がその元々はもうちょっと高音出てほしいな、ちょっとこもり気味だな、重たいなっていうところが弦と、うん、そうそうそう、スパンって出てきた。これはね、でも弦のおかげなのか、もう TC チューンのおかげなのかっていうのはまあ曖昧ではあるんですけど、はいはいはい、ただ高音弦側の鳴りっていうのは確かにこうスパンと出てくるようになったんで、うん、もちろん弦の効果もあるだろうし、それはものすごく気に入ってますね。で、いろんな弦試すじゃないですか、はい、ある程度見た目でこれはエリクサー合うな合うなっていうのがね、最近分かってきたの。すごいですね、その領域まで行った。どうなんですかね、ブランドごとに合う合わないでもしかしたらあるのかもしれない。確かにね。そんな辺はどうですか？僕は思いましたね。やっぱギブソンのアジャスターサドルの個体にエリクサーを貼るとちょっと僕は物足りなく感じて、逆にその本体の重量が重めの個体、うん、マーチン、はい、ギルド、はいはい、そこにはですね、ちょっとやっぱ細くてモダンというか、うんうんうん、モダンな弦を張るとちょっとスパンと出てくる、うん、音のリスポンスが早まる分音像がすごい綺麗に聞こえてくるんでしょうね、うん、そう、そういう印象はありましたね。なるほど。なんか私はそのトリプルオーだったんで、はい、ドレッドとかじゃないからある程度スタイリッシュなボディサイズだったんですよね。で、まあ、そのイメージでじゃあギブソンのスモールボディとかにエリクサー貼ってみてもいいんじゃないかなみたいな感じでやってみたらちょっとやっぱ違うんですよね、うん、そのやっぱダダリアの方が良かったなって思うこともあって、はい、まあ、それがスモールボディだからなのかっていうのは言いにくいですけど、うん、結構だから個体によってで、その弦の素材であったりとか、うん、ゲージであったりとか、はい、あとブランド、これ相性は絶対あるなと思ったんですよ、そこで。いや、ありますね、やっぱ、うん、だからそういったところも含めて今自分が使ってる楽器どういった弦合うのかなっていうのでいろいろ試してみるのは面白いんじゃないかなっていうふうには思うわけですよ。ありますね、うん、で生鳴りを重視するかエレアコもありますから。そうですね、エレアコだったらどれか、アンプ通した時の音とかそのラインでね、うん、聞いた時の音とかのイメージも変わってくるでしょうし、うん、それは面白いし、そういう探求心はね、やっぱアコギって変更できる点って少ないじゃないですか、うんうん、まあやれるとしたらサドル、ブリッジピンを、まあ、ブラスにしてる人もいますし、はい、ありますね。あとはだからその一番やりやすいというかカスタムしやすいところで言えば弦しかない。そうですね、まあ、エレキギターも共通する部分であるけどエレキの方がやっぱパーツは多いのでいろいろねカスタムできたりするんですけど、うん、アコギはやっぱその分やっぱ弦変えて楽しむっていうのはありなのかなとは思いますね。でね、一番伝えたいのはね、はい、いろんな弦を試してもう一番大好きな音に出会った瞬間、はいはい、その個体と弦合わさってもうこれ脳汁ですよ脳汁頭のキュンキュンキュンつってパチスロみたいなあの快感物質出てますよ、ね、あ、幸せになるんだ。幸せになる。なるほどね。出会った瞬間、出会った瞬間、あれはやっぱ生楽器だからこそっていうのもあるし、その弦交換してチューニングして、まあ、僕は E コードを鳴らすんですけどあの時のねもう一発目で分かるじゃないですか、うん、これだっていうのね、これだって、うんうん、あの瞬間やっぱたまらないです。だそれぐらい変わるっていうことを考えると、うん、そのならないって言われてるような楽器もあくまでねセットアップがしっかりとされている状態っていうのが前提にはあるんですけども、うん、弦を変えることでより好みの音に近づくっていうことは全然考えられるので、はいはいはい、なんか諦める必要もないのかなとは思いますよね。そうですね、うん、その何万ってかかるわけじゃないし、そうですね、まずそこの試行錯誤があってその個体に対して愛情をね注いであげるっていう選択肢は全然ある。そうですね。で、まあもし楽器をねアコギ何本も持ってる方だったらもしかしたら分かるかもしれないですけどその弦が全てに合うってわけじゃないので、うん、一個一個そうやって見つけていくのは、まあ、大変ですけどもより楽器とのこう信頼が深まっていっていいんじゃないかなと
思うんで、うん、なんかそういったこともねぜひ試してみてほしいですね。そうですね。でご相談をねいただければ、うん、そうですね。いや分かんないですけどね見た目じゃ見た目とこれ鳴らしてうんじゃあこれにはマーチンの M140 が合うなとかそんなのは超能力者じゃないんで分かんないですけど、でもそこまで言ったらすごいじゃないですか、うん、でもね傾向はつかめるじゃないですか、やっぱ、はい、やっぱその触ってきた本数っていうのは経験としてたくさんあるんで、そういった傾向とか好みっていうのは千差万別なんですけど、お手伝いはね全然できると思うんで。そうですね。これを音よくしたいんです、抽象的ではあるんですけど、はい、そこからその普段のね使用状況とか、はい、どういったところで使うとか何をするっていうのを聞きながら、じゃあこの光を見つけていく、その人の音がいいっていうのをこう一緒に探していくってことですね。そう確かに、はい、でそれを解決というかお客さんと一緒にねゴールに行った時の達成感っていうのはそれはひとしおです。そうですね。でそれがね我々の経験にもなりますし、うん、まあ、我々普段からね400本500本近いアコギがあるわけですから、はい、その一本一本にもっとねアンテナ張ってね、うん、どういった弦があるのかっていうのもね今後試していきたいなとも思いますし、そうですね、まあ、そういった経験を持っていろんなご相談に乗っていければなと思いますんで、うん、だからまあちょっとしたことで音が変わってそれで感動を得られるっていうのは本当に面白いインタレスティングですまあ弦だけでねここまで話せますから尽きないですよね。夜通しいけるでしょう、ね、そういうねお話もねお客様とそうですね、うん、しながら一緒に最適な回を見つけていきたいなっていうのは日々思ってますよね、はい、そうですね。こんな話で大丈夫ですかね。まあホットだったんじゃないですか。ああ忘れてたホットですね、はいはい、このようにいろんな形でね、はい、ご相談を受け付けておりますので、はい、興味がありましたら我々アドバンスギターズにお声掛けいただければなというふうには思いますので。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アドバンスギターズではヴィンテージギターやルシアものまで幅広く高価買取いたしております。よろしくお願いいたします。